カプロニ、PS1 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 PS はヨーロッパツーリング機選手権大会の1934年度、大会向けに特別に設計、製造されたイタリアのスポーツ機である。本機はパラビチーの PS-1 という名称でも知られる四座低翼単用機である。PS1 は元ブレガ社の技術者で1933年に、 カプロニ社に移籍したチェザーレ・パラビチーノにより設計された。試作機2機のみが製造され、アイ・フランとアイ・メロの登録記号が付与された。両機はアルマンド・フランソワとウーゴ・ヴィンセンチの操縦で1934年度大会に参加し、技術評価部門でメッサー・シミット BF-108 に次いで2位を獲得した。PS-1 が完成したのは、 大会開催まで間もない時期で二人のパイロットは訓練をする時間が十分に取れなかった。短距離着陸競技中に、ヴィンセンチはエンジンとプロペラを破損して危険しなければならなかった。アルマンド・フランソワは18位で大会を終了した。PS-1 は金属製の型持ち式低翼端容器であり胴体は金属フレームにハフバリで、 タンゲタで台形の円形翼端を持つ主翼は金属構造材にハフバリの折りたたみ式であった。キャビンは通常の分割キャノピーの下に前席が複式操縦装置付きの並列の荷座で後部に2名分の座席が配されていた。膠着装置は主車輪が主翼仮面への引き込み式で、後ろは反り式であった。カウリングで覆われた星型エンジンが 胴体先端に搭載され2枚ブレードのプロペラを駆動した燃料タンクは 160L 入りであった。ありがとうございます。